ちょっと変えてみてください。これが強いのが点灯を打たれると飛び終わってしまうと耐えて、まあこれを主刀でもう狙ってかけるとこう弱まってしまうと。やっといてこの後ですね、打とを狙ってってこういくよりも陣中を狙っていって顎関節のところにここを押さえてあげるとそれだけで弱ってしまって、ここから足向けでやってこういうふうに、やってあげたりとか、ここからここに出てくるとやってあげるとこういうふうに使えるんじゃないかなと。喉とかはぐっと使えても頑張れるんですけど、この下のとこ使えるとここに当てて、あ、見えないかな、もっと下のとこ持ってあげてやるとこう松風と村雨に当たるようにしてやるとここのところに当たるようにして、まあ、しまってくると。塩田先生とかこうやって走ってくる、こうしたら相手にこうやってやるのは多分ここに都合ついてるんじゃないかなと。飛びますね、これ飛びますよね。あと、まあ、この確認のところをこう床で打ったりとかしてあげると、この場合手が前にキュッと出た状態で押すとこう出してあげて、前の下を打ってこうするとちょうどここが来た時に、こっちにやってて前に出させた状態でこっちの手で。つくと今のガンカの位置を見かけて打ってあげると ここのところにこう手を回し入れてあげるとこう人が持ち上がりやすくなるとか、あとまあ胴締めですね、足でやってもいいですし手でやっても、でさらにこの相手のここもここに入るとあの持ち上がりやすくて、あのブレシジルチとかがここからあのこう出てきてこういう感じで、倒す時があるから、ここから切ってもあれだけど、この冷静に立てパッてやると。受けて、立ってきて、こう、これもパンチが来たときに、多分おそらく受けてやって、こんな風に、これが肘の真上だと全然来ないし、上の方でも来ないんですね。ちょっと上だと、来やすくなると。ここの部分にこう当ててあげて、こっち尺だけに当ててあげると、すごく、パタイルの、ね、こういう伝わってて、ここに当てて、かけようっていうふうに、普通だとここにかけるんですけど、この適当に回してもダメだけど、この威勢を中心に回すと、倒れちゃうみたいな、そういう今の威勢を中心に、うわっ上げると、こう、気持ちいいか、浮き上がってくるので。でこのまま投げたり、横にこっちも横に、こっちも横に、自分の方に引きつけながら肘を前の方に、こうか、足を引かないと、これで倒れ、倒れそうな感じですね。ここだとこれで投げれないけど、ここもね、はい、点灯を打ってきたときに、この肘が当たるぐらいのところに入っていると、全然投げれるんですよ。点灯をされて、ここが入ると、おぉ、ちょっとずつちょうどですね、電光に入って、おぉ、はい、打ってくると。はい、で、そうですね、ちょっとまだこれだと当たってる。当たってますね。もっとしたあ、やばいですね。そうするともう
あたんが肘から、ちょっとこれからこうって、まあ、肘とか当たってるとやられちゃいますし、のさっといっちゃうので、あのに関してわっとするとこれがもう決めたことするのかな、落ち着きそうこうやって入れてとかだと止まるときに、今のやつはもうすぐ使ってこういう感じでこの松カビを狙ってなって締めといて、こういうふうに投げるとかですね。あとはまあその、ここの中間に投げると、うわすごい決め方になりますね。こういう十字に。一文字締めみたいな感じで、十字締めはこっちと、こっち。十字締めはこっちの。十度の十字ですか。はい。一の字にしてこうピカッと引きつけていくと、あと突っ込み締めっていう。これもこういう感じ。うわあ。ただこれ突っ込んだりじゃ効かないんですよ。この松花でとしゅうなために。うわあ。顔に、なんかできるんじゃないですか。こうすると届かなくなる。